ナンバーアンダーラインアイ一周年。大きな決断から生まれた奇跡。新たな挑戦が始まる。ファンとの熱い思いが爆発。今日、北海道で行われた一周年記念のイベントには、多くのアイエルワイズが集まった。一年というのは、短いようで長い時間だ。とりわけ、心に大きな決断を抱えて新たな挑戦を始めた者にとって、それは濃密な時を意味する。 ナンバーアンダーライン愛という名の3人組は、まさにそのような1年を過ごしてきた。大きなグループを離れ、新たなスタートを切った彼らは、孤独や不安、そして不透明な未来に直面した。しかし、そのような困難を乗り越え、彼らは共に歩み続け、今や音楽シーンを席巻するまでに成長した。多くの人々が疑問を抱いたかもしれない。なぜ、あえて確立された場所から飛び出すのか。 安全で確実な道を歩む方が、はるかに賢明ではないのか。しかし、彼らの選んだ道は、決して公開するものではなかった。それどころか、勇気ある一歩が彼らをさらなる高みに導いた。彼らの楽曲は、発売後すぐにチャートのトップを飾り、国内外で多くのファンを魅了している。その成功の裏には、数えきれないほどの努力と、絶え間ない挑戦があったことは明白だ。 そして、ナンバー・アンダーライン愛を支え続けたファンたち、すなわち ILIZ の存在も、彼らの成功を語る上で欠かせない。ILIZ というファンのコミュニティは、ナンバー・アンダーライン愛が新たな道を歩み始めた瞬間から、彼らと共にあった。数々の困難を乗り越えるたびに、ファンたちは温かい応援を送り、時には厳しい現実に直面する彼らの背中を押してきた。そしてその結束は、 時間を減るごとにさらに強固なものとなった。今日、北海道で行われた一周年記念のイベントには、多くのアイエルワイズが集まった。遠くから参加することができなかったファンたちも、心からの祝福を送っている。SNS には、参加者たちの喜びの声やイベントの様子が次々と投稿され、その場の熱気と感動が伝わってくる。初めてこんなにたくさんのアイエルワイズに会った。みんな優しくて、 すぐに打ち解けたよ。ナンバーアンダーライン愛の一周年、本当におめでとう。これからもずっと応援してる。そんな言葉が投稿されるたびにタイムラインを彩る。イベントでは、メンバーたちが食べたケーキのレプリカが用意され、さらにファン一人一人へのお土産までが準備されていた。そのすべてが、ファンとメンバーとの深い絆を物語っている。ただの音楽グループとしてではなく、 一つの家族のように、ナンバーアンダーラインアイとアイエルワイズは共に成長してきた。そして、これからもその絆はますます深まっていくことだろう。一周年を迎えた今日、この瞬間は、ただの通過点に過ぎない。これからも彼らは新しい目標に向かって進み続け、さらに多くの夢を実現していくだろう。しかし、その歩みを振り返ると、成功は決して一夜にして成し遂げられたものではない。 ナンバーアンダーライン愛の3人は、それぞれが持つ才能を最大限に発揮しながら、時にはお互いに支え合い、時には激しくぶつかり合いながらも、前に進んできた。そして、彼らの音楽にはその過程が色濃く反映されている。例えば、デビュー曲の新しい光は、彼らが直面した困難と、それを乗り越えるための決意が込められた1曲だ。この曲は、メンバー自身が作詞に関わり、 彼らのリアルな感情が詰まっている。リリース後、瞬く間に各国のチャートを駆け上がり、今やナンバーアンダーライン愛の代表曲として広く知られている。さらに、彼らが出演した数々の音楽番組やフェスティバルでは、その圧倒的なパフォーマンス力が話題となり、国内外から高い評価を受けている。その成功は、ファンの応援だけでなく、彼ら自身の不断の努力と成長によるものだ。 このような輝かしい成功を収めたナンバーアンダーライン愛だが、彼らが目指す未来はまだまだ遠い。インタビューでメンバーたちは、これからも挑戦を続け、新しい音楽の形を追求したいと語っている。その言葉からは、現状に満足せず、さらなる高みを目指す意志が感じられる。今後のナンバーアンダーライン愛の活動には、さらに多くの注目が集まることだろう。そして、 その未来を共に歩むのは、他ならぬ ILYs だ。ファンとアーティストが一体となり、新たなステージへと進んでいく姿は、多くの人々に感動を与え続けるに違いない。今日の北海道でのイベントを皮切りに、全国各地でさまざまな1周年記念イベントが開催される予定だ。それぞれの地域で、ファンたちは自分たちなりの方法でナンバーアンダーライン愛の成功を祝福し、さらなる応援を誓うことだろう。 その一つ一つの瞬間が、彼らの歩みの一部となり、次なる挑戦への原動力となるのだ。そして、ILIs、e yes、がこれからも変わらず彼らを支え続ける限り、ナンバーアンダーライン愛はさらなる高みへと飛躍していくだろう。一年という時間は、彼らにとって一つの節目であり、新たなスタートラインでもある。この先、どのような物語が彼らを待ち受けているのか、私たちはそれを見届ける準備ができている。 その未来への期待感は、ILYs にとっても特別なものだ。彼らの愛情とサポートは、ただのファンという枠を超え、時には家族のような温かさを持ってナンバーアンダーライン愛を支えてきた。そして、その関係は今後も続く。なぜなら、彼らが築き上げた絆は一朝一夕のものではなく、試練や喜びを共に分かち合ってきたからこそ、より深く、強固なものとなっている。例えば、 北海道でのイベントを終えた後、ILIs たちは SNS で互いに感謝の言葉を交わし、メンバーたちへの思いを語り合っていた。その姿はまるで、何年も前からの友人たちが集まっているかのようだ。それは、共通の愛する存在であるナンバーアンダーライン愛が、彼らを一つにまとめている証拠でもある。だが、この一年間、すべてが順風満帆だったわけではない。グループが再結成された後、 メンバーたちは新しい環境に順応し、過去の影響を断ち切りながらも新たなスタイルを模索しなければならなかった。音楽業界は厳しく、ファンの期待も高まる中、どのように自分たちの個性を表現しつつ、既存の枠を超えていくかが課題となった。その時、i l e s は一つの大きな力となった。ファンたちはどんな時でも彼らを信じ続け、時には厳しい批判を受け止めつつも、絶え間ない愛を送り続けた。 SNS での応援メッセージ、リリースイベントへの参加、そしてライブ会場での声援は、ナンバーアンダーライン愛にとっては何よりの励ましだった。それは、音楽だけではなく、人々とつながる力を持つことを彼らに教えてくれた。その結果、彼らの楽曲にはさらなる深みが加わった。ファンとの交流を経て、彼らは新たなインスピレーションを得ることができたのだ。例えば、彼らが最近リリースした、 永遠の鼓動という曲は、まさに i l i ズへの感謝と未来への決意を込めたものであり、その歌詞には、ファンと共に歩む姿が描かれている。この楽曲はまたしてもヒットチャートの上位を獲得し、彼らの音楽がファンの心に深く響いていることを示している。ナンンバーアンダーアダインア i のメンバーたちは、今やステージの上だけでなく、インタビューやドキュメンタリーの中でも、その真摯な姿勢と感謝の気持ちを表している。 私たちがここまで来れたのは、I.L.I.S. がいたからこそです、と彼らはよく語る。その言葉の裏には、これまでの苦労や努力が凝縮されているが、それ以上に、未来へと続く道への希望と自信がうかがえる。1周年記念のイベントが無事に終わり、I.L.I.S. と No.U.L.I.N.I. は再び次なるステージに向けて動き出す。ファンたちが心待ちにしているのは、新たなアルバムやツアーの発表だけではない。彼らは、 これからも続くナンバーアンダーライン愛の挑戦を、自分たちの挑戦として捉えているのだ。ファンとアーティストが共に成長し、共に未来を切り開いていく。その姿勢こそが、彼らの成功の鍵であり、他のグループとは一線を画す特徴となっている。これからの1年、2年、そしてその先に待つ未来。どんな道がナンバーアンダーライン愛を待ち受けているのかは誰にもわからない。だが、 彼らがどんな困難にも立ち向かい、新しい挑戦を恐れずに続けていく限り、彼らの物語はますます豊かで、魅力的なものになるだろう。そして、その物語を一緒に作り上げていく i l イズという存在が、これからも変わらず、彼らのそばで見守り続けるだろう。そのような未来に向けた期待を胸に、ナンンバーアンダーアダインア i と i l イズは新しいページをめくり続ける。彼らの音楽が、 これからも多くの人々の心に響き渡り、彼らの歩みがますます輝かしいものとなることを信じてやまない。そして、今日の1周年記念イベントは、その新たなスタートを祝うにふさわしい、忘れられない一日となった。